YouTube には見れば得する楽しい動画があふれている。そんなお得動画を探し出し、得技を実践。その名も特チューブ。トック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 チューブ。どうも、上坂隆です。2023年最初の特チューブ、ゲストこの方です。アツアツトン教室、鈴木敦子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、すごい。コスパ抜群、1個10円で作れる10円パンを前回の放送で教えてくれた愛知県刈谷市在住のパン作り YouTuber 鈴木敦子先生。そんな敦子先生が今注目しているのが米粉を使ったパンをご紹介してきます。ほう、米粉。はい、食べた時にもちもち食感が魅力的です。そしてグルテンフリーです。2023年は米粉パン推しで。レシピ検索サイトクックパッドがまとめた食トレンド予測2023に入った米粉。さらに米粉パンの検索頻度も右肩上がり。そんな米粉は今年大注目。なんか勝手に米粉で作るっていうのハードル高そうでしたけど。あ、全然大丈夫です。小麦よりも時短でできます。そうなんですか。敦子先生のこねない米粉パンは81万回再生と大バズり。さらに今回はオーブンなしで作るという初心者に嬉しいお得技を披露。作業時間はおよそ15分。超意外で作るもちもち米粉パン、焼き上がりまでをカウントダウン。まずは生地作り。米粉 300g にドライイースト、砂糖などを用意。米粉に、はい、ドライイーストをざっと入れちゃった。はい、ドライイーストくんいきます。砂糖、お塩、4g、お水です。はい、そしたらぐる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 混ぜちゃってください。混ぜるが基本ですね。はい、混ぜるだけ。あ、なんかそう言われて急に簡単な感じがしてきますね。そうですね、コツはもうないです。ガー、コツはない、コツはもうないです。生地をふんわり仕上げるため油を投入。さらに5分間ぐらい、はい、え、5分？ごめんなさい。やるとより膨らむので、はい、最初に頑張った方がいいってことですね。はい、ここでの頑張りが後の美味しさに。大変だなと思う方は、はい、これを待ってくださいよ。あるじゃないですか。はい。待っている人は積極的に使いましょう。5分後、生地がとろっとしてきたらひとまず OK。 ここでもう一つのボウルに50度のお湯を注いで湯煎発酵13分。さっきトロット系だったのが固まってきてるというか、はい、そう、変わってきてますよね。はい、ボウルについたものを、うん、はい、きれいに、きれいにくっと、はい、下の方はシュッと。先生、そんなに擬音語多めでしたっけ。本当に、なんか長嶋監督みたいになってます。なんかシュッとクッとみたいな。再び生地が滑らかに。そして取り出したのはこちらで、お家によくある炊飯器を使って米粉パンを作っていきたいと思います。そう、米を炊くだけでなく万能調理器具の炊飯器。まず生地を流し込み、このまま2回目の湯煎発酵22分。2倍に膨らんだら早炊きモードで炊飯を、はい、スタートします。はい、早炊きモードで2回、さらに生地をひっくり返してもう1回。ではいきますよ。はい、果たして出来栄えは。オープン、ドン。おお、すごい。
しこう焼き色ついて、しかも香りがすごい。いいですか、せーの、はい、おー素敵ねえ、もち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 、うんうん、ほんのり甘い米粉の力ですかね。お砂糖も割と控えめなので、はい、ほのかな甘さをまとったふわふわのパン、はい、本当に難しいコツが一切なく、ほとんど混ぜるだけ、はい、そしてボタンを押すだけで、はい、こんなに美味しい米粉パンができるっていう、これはお得ですね。続いては発酵時間なしもっちり蒸しパンを実践。大きい深鍋で作っていきたいと思います。おお、お鍋で蒸していく。はい、水に米粉、砂糖、塩、油を入れて3分ほどしっかり混ぜ混ぜ、さらにベーキングパウダー、はい、サラサラっと入れて、はい、また混ぜてください。クッキングシートを敷いた丸い型に生地を流し込み、チョコチップを豪快に。沸騰したお湯に入れて強火で30分、蓋に布を巻くと余分な水分を吸い取ってくれるぞ。完成です。はい、じゃーん。おー、こうなるんだ。箱なしでできる米粉チョコ蒸しパン、米の風味とチョコの相性抜群。まだまだ続く敦子先生の米粉パンワールド、3つ目は、はい、おー、おいしそう、いいですね。ね、僕でも作れました。パン作り初心者でも簡単、カリモチがたまらない米粉カレーパン。2日目のカレーのような水分が少ないドロッとしたのがおすすめ。では包むこの生地の方ですね、はいはいはい、米粉にドライイースト、油などを入れよく混ぜる。そしたらこちらサイリウムというものになります。サイリウム、あの暗い時に光る棒のやつじゃないですよね。そうではない、ドラッグストアなどで売っている植物由来の食品、食物繊維を多く含み膨張性に優れているんだそう。あ、すごい固まってきた。そうで、はい、この生地の状態の水分チェックっていうのがあるんですけど、はいはい、3分混ぜたら敦子先生流生地の水分チェック。生地をこう触ってもらってちょっとこうつく状態、はい、水分が足りてない場合は全くつかない。あ、カサカサしちゃって。あ、そうです、はい、そうです、この状態だと OK なので、はい、もしつかない場合はお水をちょっと足してもう一回混ぜる、はい、さらに15分湯煎発酵したら生地を4等分に伸ばした生地に適量のカレーを優しく盛り付け、結構ボリューミー、結構ボリューミー、そっとね、破らないようにそっと、カレーがね出ちゃうと油で揚げた時にね危ないので、うん、仕上げのパン粉は米粉で作ったもの。炊飯器パンをパン粉にしたんですけど、はい、カリカリになると思います。ない方はね、もちろんあの普通の小麦のパン粉でも大丈夫です。たらもうこの紙ごとドボンとそっと入れてください。はい、ドボンとソッと、ドボンとソッと、難しいこと言いますね。ドボンですか、ソッとですか。ソッとです、ソッとですか、はい、はい、片面 3,4 分ずつきつね色に仕上がったら OK。 おー、いい感じ、おいしそう、完成です。 OK、 はい、初心者でもできる米粉カレーパン、一口食べた時の音をぜひお聞きあれ。うん、うまっ、本当にカリカリだし、カリカリ、ね、生地はもちもちだし、そう、うん、すごい簡単に美味しく米粉のパンを作ることができる、ね、本当にお得ですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。メーテレニュース公式チャンネルでは東海3県のニュースをいつでもご覧いただけます。ウルフィーが指しているこちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもお待ちしています。